Fuck you, fuck.This shit is super wrong. よし、はい、皆さんこんにちは。今日はタイトルの通り筋トレとかフィットネスに関することではなくて、完全にファッションベースでいきます。なので筋トレにしか興味ない人は今回はパスして次回のエピソードから見てください。では、早速やっていきましょう。まあ僕が普段使っているあのアイテム紹介になります、今日は。まあアイテムといったら帽子とかアクセサリーとか様々なものがありますけど、僕結構小物類がめちゃめちゃ好きで、結構あのユニークなものを今までコレクションしてきて、まあ今日は普段使うものを紹介していこうと思います。まあこれから紹介するものが全てではないですけど、まあ、今回紹介できたら面白いかなと思うものをちょっと紹介していこうと思います。はい。では、早速後ろにもちょっと用意してるので、皆さん見に行きましょう。まずはじめに、これリーボックのね、カバンです。最近ね、いただきました。この可愛いやつ。結構ね、こう見えて、容量が入るんで、前のポケットもでかいし、僕こういったネイビーカラーのバッグを持っていなかったので、黒もあったんですけど、あえてこれにしました。はい。で、こうずらーっとね、ちょっとあるんですけど、サクサクとちょっとね、紹介していきます。あ、まずじゃあ、結構これ僕、これ今まで僕結構つけてるもののドレスなんですけど、まあ僕ちょっと自分なりに改良したので、もともとあった形とは全く違うんですけど、ちょっとリメイクさせたチェーンです。はい。そして、まあ、これはね、昔、2年ぐらい前かな、H&M とケンゾーがコラボした時の、ね、ハンドバッグです。まあ、こんな感じで、あんまりね、登場回数はね、多くないんですけど、まあ、たまにね、使う時もあります。ずらーっと行くと、このネックレスはもう僕の大好きな、それこそ4年とか5年ぐらい前に買ったものだと思います。はい。アンブッシュのもので、これは結構初期型です。アンブッシュで初めて。買った時ぐらいのものじゃないかな。これ一回ね、目がここの取れて、一回修理に出したんですけど、結構ね、服をちゃんと着込む時には結構使います。これはめちゃくちゃ僕のお気に入りです。でこれ結構見る方、僕の映像を結構見てくれてる方は多いと思います。これミシュカなんですよね。実は。こっち側にしてるんですけど、実は、ババン、目ん玉が、そう、ついてるんです。こっちはちょっと派手なんで、まあ、普段はね、こっち向きに使ってます。僕、この軽さと木の質感が好きで、めちゃくちゃいいんですよ、これ。服に合わせやすいし、このね、僕、この色のここ違う部分もね、このアクセントになっていて、可愛いなっていうことで、結構ね、僕のお気に入りです。ここに赤が入っていて、ここにも赤。で、白っていうね。このバランス、このアンバランスさも、結構僕は好きです。で、バーっていくと、まあ、同じくアンブッシュ。これもね、一番最近買ったものです、アンブッシュで。これは、それこそね、ついこの間、まあちょっと前か、誕生日やった時に、彼女から、プレゼントでもらいました。これね、おしゃれなんですよ。ザラン。USB になっていて、データが入るっていうね。ITC の仕事とかもする中、まあこういうのがあれば、父さんにデータが欲しい時にね、持っていたら使えるっていう。まあ見た目めちゃくちゃ可愛いですよね、これ。鍵っぽくて。実は USB。そしてね、これはね、めちゃくちゃいけてると思うんですよ、これ。もうね、あまりこっち系のファッションがね、わからない人からしたら、わけわからないと思うんですけど、この形は。ここ、針金入っていて、ここの形は変わらないです。ここは全然普通にフレシキブルで。これ、可愛くないですか？これは、ちなみに、モノマニアというお店で買いました。僕結構モノマニアが好きで、変わったものが置いてるので。これは、僕がついこの間発表した、僕独自のオリジナルのブランドです。はい。第1作目でね、ついこの間発表して、わずか10分ほどで完売しました。のヒューマンエラー。はい。ちなみに追加制作に関しては、10月の2週目からサイト上で買えるようになると思うので、また、お知らせします。まあ、これは僕がつけたくてわざわざ作ったっていうところから始まってるんですけど、まあ、僕結構これはつけてます、普段から。そして、
サングラスね、バーって。ここ最近、これ一番最近買ったサングラスで、僕がよくつけていたね、一番好評だったサングラスもね、2個同じの持ってて2個潰したんで、はい。ちょっと新しい、ちょっといいやつ買いました。これはグレーアントという、ニューヨークのデザイナーが作ったサングラスです。これは確かに高かったな。4万から5万ぐらいしました。この辺は結構チープです。ここはロサンゼルスで買ったもので、これも結構使います。ここら辺も3000円ぐらい。これも3000円ぐらいだったんじゃないかな。そしてバーってくると、ダダン。ちなみにこれはね、発表すら一切しないんですけど、試作品で作ったオーズセレクションのヒューマンエラーシリーズの、ブレスレットです。これね、試作品なんでね、出すか本当にもまあわからないんですけど、まあ、ちょっと個人的に作りました、これ。そして、まあ、これはね、メンブーンという僕のブログがあるんですけど、そこでも紹介したワックスを使ってます、いつも。これはシンガポールのブランドで日本では売ってないんですけど、めちゃめちゃいいです。日本ではないようなワックスのタイプで、これはかなりドライタイプのマットで、ベタベタ一切しないんですよね。そして、長時間でも使えるし、まあ、これはほんま大好きで、これね、3つぐらいオンラインでわざわざ買いました。そしてお隣に行くと、もうこれはだいぶ使ってるんで、もうこれも建造です。僕建造好きなんで、海外行きの時に結構ちっちゃいんで、使うんですよね。僕が普段使ってる財布はビビアン・ウエストウッドのこの財布を使っています。はい。で、お隣に行くと、このね、ちっちゃい入れ物には、これはまだ紹介すらしてないんですけど、綿分でも。これはね、ちょっと変わってるでしょ。これ全くね、落ちないんですよね。いくらアクロバットしても、何やっても落ちない唯一のイヤホンです。はい。これね、たどり着いた感じがしました。僕の耳はね、ちょっとサイズが合わなくて何つけても落ちるんですよね。で、そんな 何をつけても落ちるこの耳に対して、それでも結構ね、デザインよくね、ぴったりハマるもので、もう一つ。こっちは先に買いました、これの。僕ね、こういうね、ロープ状がやっぱ好きなところがあって、まあ、つながりが早いのと、完全独立性のね、Bluetooth 結構好きなんですけど、つながりが悪かったり、割りかしするんですけど、あと落としたりとかね、するとなくす可能性もあるけど、これはね、コードで、デザインも良くて、やっぱこのね、コードがあるっていうかっこよさもあるんですよね。このトレーニングしてる時とか、こうちょっとこう首に垂れかかった感じとかも僕、実はそういうのが好きで、結構最近これは使ってますね。で、運動するときは結構これベースで、こいつはマジで落ちないです。はい。そしてバーッとお隣に行きますと、はい、帽子ね。この帽子はなかなかファンキーですよ。ほら、ちょっとわかるかなこれ。わかりづらいけど、ゴツゴツしてるんですよね。これも、4、5年前にこれも買いました。そして赤。マウンテンハット。結構大きめです。実はね、こういったハットっていうのはもう昔から僕被っていて、それこそ8年ぐらい前、9年ぐらい前からね、実はこういうの結構被ってるんです。いわゆるファレルがこういったものをね、被る前から僕結構被ってるんですけど、海外に行くと、これを被っていくと、ファレルって言われるんですけど、ファレルよりも前にね、被ってました。まあ、マウンテンハットが好きな理由は、僕ね、普通のね、ハットが似合わないんです。でかいこういうのだとすげえ似合うんですよね。自分のその顔とか、体格とかにも。まあ、では、その次行きまして、これ。これちょっと後でつけようかな。まあね、今、こうやって紹介してるもんって結構ね、ファッション好きの人でもね、結構理解しがたいものもあると思うんですけど、結構ユニークなものが好きなので、普通の形とか普通のデザインのものはあんまり興味ないんですよね。質が良くてユニーク。ただそういう意味ではアンブッシュはアクセサリーで大好きです。遊び心がめちゃめちゃあるんですよね。高級なブランドなので、簡単にポン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 買えるような値段ではないんですけど、遊び心が僕は大好きで、ブランドとしてもすごく尊敬をしています。はい。で、これちょっとね、こんな感じでそう、つけるんですよ。これ。かっこいいでしょ。これ全部ポケットになってるんです。ちっちゃいポケット、ほらポケット何個ついてんの。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 多分10個ぐらいついてる。一応取り外しもできます。これだけちょっとぐるぐる回るから自分でね、こういうのつけたんです。滑らないように滑り止めをねつけて、ちょっとこう、まあこれもあんまり登場することはあんまないんですけど、最近はね。これは便利性というよりもファッション性ですね。はい、完全に。で、これのちょっと延長で言うと、このベスト、もう実は最近買ったものなんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ、これ。大きいポケットがね、ついてて、さらにでかいポケットが後ろにもあるんですよ。これは、結構サイズがでかいんで、後ろのポケットに関しては。横もでかいんですけど、普通に服いっぱい入ります。ズボンとか服とか、カバンなしで、これだけで外出ができてしまうぐらい、結構、便利です。
で形とかデザインもかっこよくて、こういったものね、ポケットベストを探している中で、実はこれフーズフーで見つけたものなんですけど、今でも同じものが売ってるんじゃないかな。カーキーと黒があって、まあ僕は黒にしました。はい。これは、まあちょっと最近ね、実はこれに関しては、シティネストでもちょっと紹介してるんですけど、僕カメラね、結構映像撮ったりとかするんで、レンズの入れ替えとかすっごい便利なんですよ。まあ仕事でね、こういろいろ持ってると、ポッてね、こうやって入るんですよね。で、写真撮ったり、まあ映像撮ったりとかして、付け替えて、こっちをこっちに入れてっていう感じで。カメラやるときにもいいし、まあカメラしなくても普段使いでも、このベストかっこいいっていうことで。これ、いいでしょ。はい、ちなみに、僕がよく被ってるこれ、はい、リーボックです。はい。僕は個人的にリーボックがスポンサーについてるので、まあリーボックのね、ウェアとか、靴物々をよくもらうんですけど、これもその時にもらいました。これね、多分まだ売ってるんじゃないかな。店頭とかオンラインとかで、もし欲しい人いたら、探してみてください。これね。そうか。まあ先ほども言いましたけど、紹介してるものは全てではありません。ごく一部です。はい。まあよく使うとか、まあちょっと紹介したら面白いかなと思うものを今回紹介してるんですけど、まあこれね、よくたまに使う。まあトレーニングやってる人とか特にね、使われる方多いと思います。こういうナップサック的なやつ。これはね、アメリカで買いました。ロサンゼルスで。長いんですよ。ちょっと普通のやつよりも。このバイトが僕的にちょっと可愛いなと、デザインが。で、これ、黒と、緑があって、黒緑で買いました。もう、だいぶ使ってるんで、ちょっとボロボロなんですけど。そのナップサックの、延長で言うと、僕、これも結構好きで、まあ、ユニフの、はい、ナップサックです。これ、レザーでできていて、かなり頑丈です。はい。荷物も入るし、チープな感じが全くなくて、デザインもね、いけてるんですよ。ユニフも好きで。はい。ちなみにね、このフェンクルつけてみないと分かんないと思うんですけど、こんな感じです。こういった服につけるとわりかし馴染むんですけど、よく見たらあ、なんか可愛いのついてるなみたいな感じのネックレスです。はい、ちなみにあそこね、こう靴があると思うんですけど、今回はファッションアイテムだったので、靴のレビューまあ靴の紹介はしません。はい、まあ興味ある方はコメント欄でコメントを書いてください。まあ、靴に関しては、まあ、全てじゃないんですけど、ちょいちょい綿文の方で紹介はしてます。まあ、綿文は僕のブログで、見たことない人は、見てください。そして今回は靴の紹介でなければ、服の紹介でもそうないんで、ウェアとか、見たいっていう方いたら、それこそそれもコメント欄でコメントください。で、コメントがもし多ければ、ファッションエピソードもまた作ろうと思います。はい。まあ、僕は結構昔から、本当にもう昔からファッションが好きで、結構自分が集めるものは人と結構違うものが多くて、同じものが好きじゃないんで、基本的には。だから結構ね、ユニークな方に行ってて、今までまあそういう服とか、まあデザインが好きだったので、まあそういうデザインもやっていったっていうのもあって、でアクセサリーがめちゃめちゃ好きなので、まあそういった延長でオーズセレクションができたんですけど、オーズセレクションは僕がついこの間立ち上げたブランドです。今はアクセサリーベースのブランドなんですけど、まあアパレル展開もこの先ちょっとずつやっていこうと思っています。まあ興味ある方はぜひ見てください。ただ今は売り切れで何も買えないんですけど、まあ先ほども言いました、10月の2週目後頃から再入荷ができると思うので、また動画でお知らせします。なのでお楽しみにしておいてください。まあ、というわけで今後ね、ちょっと展開オーズセレクション何を作っていくか僕もわからないんですけど、もうその辺で買えるようなものは全く作る気はないです。はい、僕ストリートがすごく好きなので、ストリート感のあるものをちょっとねこれから、はい、まあ、それこそねこういった、まあ、これは作んないんですけど、ポーチとかでもなんかありきたりのポーチじゃなくて、なんか何その形みたいな、なんか見たことがないようなものとかもちょっとね今後考えていきたいなと思いますけど、まあこれからちょっとアクセサリーをベースに展開はしていくので、とまあいろいろな話をしましたが、今回はファッションをベースにしたエピソードを作らせてもらいました。今回のエピソード面白かったと思ったら、ぜひいいねを残していてください。そしてこういったのを見たいっていう方がいたら、ぜひコメント欄でコメントをください。そして忘れちゃいけないのが、はい、インスタグラム、トレーニングだけじゃなくて結構ファッションベース、僕は写真もやるので、まあそういった写真とかファッションをベースにした写真だったり、まあ動画とか投稿しています。はい、よければフォローしてください。まあ、ちなみにツイッターに関してはたまにつぶやいてるので、よければフォローしてください。このチャンネル登録されてない方はぜひしていってください。ではまた次のエピソードで会いましょう。さよなら。With the bells, with the bells, with the bells.